メリダ島まであと数十海里まで来たトゥアハーデ・ダナンに思いがけない客が訪れる。それはモスクワで消息を絶っていたレイスだった。彼女はレナードの襲撃の後 GRU に拾われており、それ絡みで有益な情報を2つ持ってきていた。そのうちの1つはアマルガムの動きを察知した GRU がメリダ島に先行して攻め込んだ際の情報だった。まさか君が GRU に引き渡されていたとはね。しかもそこに知り合いまでいたなんて。我ながら出来すぎだとは思う。おかげでこうやってミスリルと GRU のパイプ役にされたわけだから。何にせよ僕も君も無事生き延びられた。それは素直に喜ぶべきところだろうね。あとは君が持ってきてくれた現在のメリダ島の配備状況をまとめたデータ、それを彼らがうまく使ってくれることを願おう。それなんだが、実は彼らに伝えきれていない情報がある。そうなのか。テスタロッサ大佐も他の連中も立て込んでいるようで伝え損ねたままだ。あまり重要な情報というわけでもないんだが。なら後でもいいんじゃないか。そろそろ陸戦ユニットのブリーフィングが終わるみたいだしさ。以上だ。他に質問はないか。ちょっといい？質問じゃないんだけど。構わん、どうせこれで最後だ。好きにしろ。じゃあお言葉に甘えて、多分これで最後になるからみんなに言っておくわね。状況は厳しいわ。作戦は困難だし、危機は重大だし、時間も多分足りなくなる。でも実はもっとひどい、とにかく最悪の話があるの。なんだかわかる？ん？さあ、あんたたちが世界を救うってことよ。いや本当にもうどうなってんの？こういうのは他の立派な連中にやらせるべきよ。そう思わない？まったくだ。ああ、まったくひどい話ですよねこれは。言うなれば俺たちはろくでなしの集まりだ。それが世界を救うに加えて SF チックのヒーローまがいの戦いだからね。そうそう、普通なら名誉なんかとは一生無縁で、最後は適当にのたれ死ぬのがほとんど。でもまあこれまでやってきたあれこれは無駄じゃなかったってことよ。これまでの訓練も作戦も払った犠牲もみんな意味があった。死んだ奴らもきっとあの世で笑ってるでしょうね。クルツならひどいこと言いそうだ。自分が活躍できないから失敗しろとか。ああ、それはありえますね。だったらきっちり成功させましょう。クルツをがっかりさせるために。話は以上よ、ベン。ご苦労だった。では各員、おのおのの持ち場につけ。クルツをがっかりさせるためにか。クルツ、あんたの狙撃はなかなかのものだったけど、他でもたまには役に立つじゃない。ちょっとだけ感謝しといてあげるよ。だからあんたもイライラしながらあの世で見ていてね。他の連中と一緒にビール片手で盛り上がっていたね。ええ、クルツのおかげでね。で、どうしたの？ああ、レイスが君たちに伝え損ねた話がある。話？いや。どうしたのよ、なんか顔色悪いわよ。そうか、多分船酔いだろう。何せまだ病み上がりだからな。ああ、そう。それで何の話なの？テッサやベンは忙しそうだから私が聞いておくけど。その、なんというのか、大したことではない、忘れてくれ。何よそれ。いいんだ、あなたたちの士気は高まっているし、水を差すような真似はしたくない。どういうこと？とにかく気にしないでくれ、私の勘違いだ。ニュースは一つだけ、 GRU の情報が役立つことを祈っている。では。ああ、ちょっと。結局伝え損ねた話って何だったんだ？陸戦ユニットのブリーフィング盛り上がっていましたね。本当にあっちにいなくてもよかったんですか？自分は大尉たちの代理で陸戦ユニットの連絡士官としてここにいますので、
ま、クルーゾーさんたちも忙しいですからね。メリル島まで残り50回、敵の探知を避ける方法を取れば1時間50分はロスすることになる。メリダ島のタロスが作動するまで私の推測ではさほど時間はないはず。大きなロスは避けたい。それにおそらく敵は海軍だけではないでしょうな。そうね、アマルガムのリヴァイアさんという水中エース、あれが海軍を避けた場合のルートに配置されているはず。少なくとも私ならそうするわ。つまり海軍はリヴァイアさんの待ち受ける狩り場にデ・ダナンを追い込む。狐狩りの猟犬か、かといって海軍と真正面から戦えばただでは済まないはずだ。戦闘配置。あやいマム、戦闘を配置。おもかじ進路030、最大戦速。な、敵艦に殴り込みでもかけるつもりなのか。10隻以上の艦相手に。おもかじ進路030、最大戦速。あい。あら、反対しないのね。はい、チェスで言ったらこれはガンビットと呼ばれるやり方です。実は私の得意技でしてな。こういう思考も嫌いではありません。それは知らなかったわ。それで艦長、お次は。じきにこちらに気づくでしょう。動くまでこのまま行きます。相良さん。はい。ここはもういいです。アルト0番エレベーターで待機してください。いつでも出撃できるように。はっ。カナメさんによろしくです。はい。艦長。では、始めましょう。アルカラジュ、まだ目立った部屋に出ていないが。総員、衝撃に備えて。攻撃を受けたのか、魔王たちや格納庫の連中は。しっかりしなさい。注意。サガラ、サックス注意が。しくじった。まどろっこしくて固定してなかった電源が。腰から下の感覚がねえ。こりゃひでえ血だ。しゃべるな。すぐに応急処置をする。これはもう無駄だろう。諦めるな。注意。サガラ、調整はほとんど終わってる。ただ外部電源が切断されたからあるが動かん。そっちは若い連中が何とかする。任せろ。ああ。それからモーションマネージャーのデータバスを増設した。あるが起きるかどうかはまだ試せていない。データバスの増設。あるの提案だ。あいつは自分の機体を体の一部だと考え始めてる。体って、そんなの。とにかくダメだったら制御パネルから増設分のラインを不活性化させろ。 XL3 は諦めることになるが本体は動くはずだ。分かった、必ずやる。さがら、俺は誰も恨んでない。注意。くそ。軍曹殿、質問が。なんだ。三次方向、距離ゼロ、識別不能のフィギュアターゲットがあります。これは。サックス中尉の遺体だ。整備中隊長のエドワード・サックス中尉が KIA になったと。皇帝だ。死亡の原因を教えていただけますか。艦が被弾した衝撃で跳ね上がった外部電源ユニットが直撃した。お前を起こすのに忙しくて固定してなかったんだ。了解、説明に感謝します。あ、私のせいでしょうか。何がだ。サックス注意のことです。先ほど私を起動するのに忙しくて
彼が安全義務を怠ったと。それはどうなのでしょうか。なぜそんなことを聞く。何か心配事が。いえ、私の起動に成功したため、すでに整備要員の役目はほとんど残っていません。サックス注意を失ったことによる戦力低下は微々たるものです。憂慮すべき事態ではありません。だったら。しかし私はもっと大きな喪失を感じています。何？彼はアーバレスト時代から私の面倒を見てくれた、私の体を最もよく知る一人でした。その彼が私を点検しない、私に話しかけない、二度と。これは戦略レベルをはるかに上回る喪失です。あれ、お前は。同時に私は、私とこの機体の汎用性の低さ、整備効率の悪さが彼を死に追いやったのでないかと懸念しています。私のせいとはその意味です。お前のせいではない。必要なことだっただけだ。それにサックスは最後に言っていた、誰も恨んでいないと。それは私にとって高価値な情報です。もういいだろう、仕事に集中しろ。ラージャ、サグラ、島の周辺にはベヘモスの配備が確認されている。奴らの相手はお前に任せる。私たちは追って出撃するから全部潰しておいてちょうだい。そのための翼は用意してもらったはずよ。ああ、行ってくる。エド・ブルーザー・サックス。射出準備を完了。 TLS を送信しますか。やれ。送信。行くぞ。ある。了解。進路上にベヘモスを一機確認。こちらに攻撃レーザーを照射してきています。対空ミサイルの発射を確認。各4発計12発回避運動を。そんな余裕はない。ゼロスを準備しろ。両方だ。ラージャ、兵装 C、兵装 D を発射位置に。他に使用可能な火器も全部だ。 GECB、ボクサー2、GAU19、 全て発射準備に。ゼロスと GEC の照準と発砲はお前がやれ。両手と頭は俺がやる。了解。弾薬を惜しむな。俺の合図で一斉射撃。はい。今だ、撃て。全て叩き落とせるとは思っていない。何発来る。残り5発、回避は不可能。損害報告。 XL3 の左翼に損傷。スラットのアクチュエーターが応答しません。本体はラムダドライバーの作動により損傷なし。うまくいったか。デモリッションガンを準備しろ。ガンハウザーモードだ。反動はこちらで何とかする。了解。やるぞ。命中。ベヘモス B を撃破。最大出力を維持しろ。ベヘモス B の開けた穴を突っ切る。分かってきた気がする。出撃前からずっとくすぶっていた疑問と迷い、千鳥に何と訴えるのか、メリダ島で待ち受ける敵にどう立ち向かうのか、自分の行動は正しいのか、彼女は何を望んでいるのか、自分は一体どうしたいのか。レナードの言葉やミラの手紙、そうしたあれこれに答えは出せない。なぜなら自分は牧師でも政治家でもないし、心理カウンセラーでも教師でもない。だったら自分は何者なのか。それなら決まっている。ここまでの戦いで確かに実感した。俺は兵隊だ。デンジャラスソルジャー。上陸に成功、およびベヘモスの前期撃破を確認。ただせっかくの XL3 が台無しになってしまいました。元から使い捨てみたいなものだ。ここまで飛ばしてくれただけでも十分すぎる。あれでなければとっくに落ちていた。感謝する。ブルーザーサックス。ある。回線 E2 の暗号化を解除しろ。全ての緊急周波数で公開発信。敵に通信内容を傍受させてやれ。この機体がラジオ局、俺が DJ だ。了解。千鳥頼め、聞こえるか。オープン回線で呼びかけている。返事ができないなら聞いていてくれ。俺は来たぞ。すぐそこまで来ている。俺は君を連れ戻しに来た。わかるか。連れ戻しに来た。優しい言葉も考えてみたが、俺は相変わらずこういうやつだ。野暮な言い方しかできない。だからよく聞いていろ。俺が言いたいのは、君はもっとガッツのある女だと思っていたってことだ。わかるか。
正直に言うぞ千鳥かなめ、俺は君にがっかりしている。君はもっとすごい女だと思っていた。いや待て、それは正確ではない。実は昔から本当はムカつくことも多かった。人の頭をポンポン殴るし、冷静な議論など許さないし、俺を餌付けしてコントロールしてるんじゃないかとムカムカしたこともある。平和な日本の常識を知らない哀れな俺への配慮が全くなかった。今にして思えばあれはフェアではない。君はひどいやつだ。とにかく言いたいのは、君は俺が全て投げ打って救い出すに足るほどの女なのかということだ。本音を言えば首をひねってる感じだ。君を追いかけて1年間、俺はひどいフラストレーションを感じている。メキシコでもヤムスク11でもあと一歩だったのに、君がもたもたしたせいで救出できなかった。まったく、どこのお姫様だ君は。実はやる気がないんじゃないのか。本当はどうでもいいと思ってるだろう。ひょっとして俺にこう言われたらメソメソするのか。そこらのバカ女みたいにどこぞのバカ男から慰めてもらうのを待っているのか。どうなんだ千鳥かなめ、何が一緒に帰ろうだ。お前は大嘘つきのクソ女だ。違うと言うなら俺を殴りに来い。俺の前までやってきて、スリッパやら針線やらで俺の頭をはたいてみせろ。答えてみろ千鳥。聞こえてるわよ。音声を合成して宗介の声を真似てるのね。それで私が困惑するとでも思ったの？俺は正真正銘相良宗介だ。じゃあそういうことでいい。でも無駄な努力よ。タルタロスの準備はもう終わった。これから私が新世界を作る。遅かったのよ何もかも。もうすぐレナードたちがあなたを追い詰めるわ。もうどうにもならない。あなたが何者かなんて私は知らない。でももし私の願いを聞いてくれるなら、武器を捨ててそこで待っていて、残酷な世界に別れを告げるその瞬間。うるさい。お前は黙っていろ。俺は千鳥かなめに話しているんだ。何を言っているの？私がその千鳥かなめよ。違うな。お前は彼女なんかじゃない。お前はソフィアだ。ソフィア？あんた何を言ってるの？私は千鳥かなめよ。ソフィアはとっくの昔に死んでるわ。泣き落としが効かないなら今度は変な揺さぶりってわけ。まったく黙れ。俺が武器満載のエースでここまで来て、わざわざ涙声でバカな真似はやめるんだだのと説得を始めるとでも思ったのか。笑わせるな。俺が来たのはお前らを邪魔して徹底的に困らせるためだ。ちょうどいいから、この通信を聞いてるやつら全員に言っておく。よく聞いておけ。これから台無しにしてやるぞ。俺の得意技は火付けと壊しだ。お前らが必死にあがめてるくだらんオカルト装置など5秒で無様なガラクタの山に変えてやる。哀れっぽく懇願してみろ。やめてくれ。これは僕らの希望なんだだのと。俺はお前らの泣きわめく姿がぜひ見たい。メソメソと癒やしく、僕らはこんなに傷ついてるんだ、こんな世界消えてしまえだろと言い訳してみろ。きっと絵になるぞ。全て録画して惨めな姿を全世界に配信してやる。晒し者にして100年先まで笑い者にしてやる。覚悟しておけ。何も分かってないのね。私たちが求めてるのはもっと優しくて繊細な世界、ただそれだけなの。癒しと調和と透明感があって、それでいて鮮やかな。黙れアバズレめ。そ、何が癒しだ透明感だ。雑菌だらけのクソを塗りたくってやる。大体わかるわからないの話じゃない。俺はそうすると決めた。お前らは全力で阻止しなければならない。これぞ戦争というやつだ。シンプルな強制とその応酬、俺はこいつが大好きだ。では始めるぞ。敵接近。来たか。ウルズワン、着地成功。ウルズツー、こっちも着地成功。役者は揃ったわよ、宗介。ああ、作戦通り16番ゲートに向かうぞ。各機、戦闘開始。役割を果たす。ここ
準備はできている。こちらから撃って出る。抵抗するだけ無駄だ。よし、牽制役は引き受けた。どうぞ。はい、牽制役はこちらから撃っ、突貫する。牽制役は引き受けた。狙った獲物、突貫する。さてと、そろそろ行きますか。出たないより SRT 活気、これより支援を行います。やるぞ。何があろうと、この程度かよ。離脱される前に。運が良かったな。任務は確実に遂行する。こちらから撃つ。先行して仕掛ける。甘いんだよ。外れたか。いい位置だ。こちらから撃って出る。抵抗する。お返しだ。敵の目を引きつける。まるで巨人になった気分だ。回避成功。次に備える。こいつで泣けてくるね。やるぞ。楽しめそうだ。外さん。回避成功。次に備える。こちらから撃って出る。作戦は続行。今度は敵の目を引きつけ。悪く思うなよ。お楽しみ役。準備はできている。このまま押し切るのよ。支援を開始します。こちらから撃って出る。直撃。目標を確認。よし、行くわよ。フライデー、このまま押し切るのよ。支援を開始します。こちらから撃って出る。もらうぜ。
しみはここからよ。待っていろ、千鳥。さ、仕事仕事。久々に楽しめそうだ。ここまでだ。アズさん、任務は確実に遂行する。に回る。左大腿部にクラス B の損傷だと。少々手荒くいくか。くそ、離脱される前に。どうも間抜けしか揃っていないようだ。ウルズセブン、行動開始する。よし。M6 にミストラル2、おまけにサベージなんかまで。連中なりふり構ってないわね。それだけ敵も苦しいということだ。時間をかければかけるほど敵が集まってくる。すべて撃破する。先行して仕掛ける。攻撃、行動を開始。て突貫して。可愛がってあげるわよ。いい、期待に応えてみせる。貴様、来たか。当たれ。先行して仕掛ける。もらうぜ。甘く見積もるぞ。先行して急性。先行して仕掛け。てすでに突貫。コード狙う。牽制や行動。あまり行動。そこだ。こちらから撃って出る。抵抗するだけ。いいか。敵の目を引きつ。悪く思うな。牽制役は牽制。千鳥、今行く。よし。任務は確実に遂行する。よし、行くわよ。フライデー、突貫する。敵こっち。行動か。先行狙う。敵の行動を開始。ハイイヌにはできない戦い方を見せてやる。先行して。待っていろ、千鳥。いい位置だ。こちら。よし、行くわよ。フライデー。
編成役行動か編成役は引き行動を開始ユース行動を開始さて準備はできている役割を果たす先行して仕掛ける先行してくるそうウルズツ次のポイントへ向かう待っていろ千鳥俺に続け相当完了相手は少佐だ手ぐすね引いて俺たちを待ち構えているに違いない承知の上だそういうこと急ぎましょう少佐次はあんたはどんな手を用意できる差し詰め俺を基地の懐まで誘い込み要を救いにエースを降りるところを狙うといったところかいいだろ待っていろ目標すべて激震です。ええ、けどデダナンももう限界だわ。だからこちらウルズセブン。敵のエース兵力の一部を撃破した。ただしベリアルとはまだ接触していない。タロスの軌道は最終段階に入った模様。こちらデダナン、報告に感謝します。こちらは地下水路から突入を試みるわ。最新の衛星情報からタロスは予想通り地下ドックに建造されているようです。気をつけて。レナードは時間を稼ぐ気かもしれないわ軌道まで釘付けにできれば向こうは十分なんだから分かってますただ遠慮は無用よ全力で兄を倒して生死は問いません彼に聞くかもしれない言葉を教えておきますいい？よく覚えておいてでは頼みました今はどういう以上更新終了このまま最大戦速を維持第一水路のゲートに向かいます早いマン